土浦市営球場は、茨城県土浦市の川口運動公園内にある野球場。霞ヶ浦湖畔に面した土浦港に隣接しており、土浦市内の野球試合会場としての利用のほか、霞ヶ浦マラソン等のスポーツイベントの会場としても、使用されている。2018年終了時点で4試合が開催された。内訳はセ、セリーグ1試合、パリーグ3試合。 新日本リーグイースタンリーグ朝日新聞2001年9月13日東京地方版茨城土浦市 A 球場の新スコアボード手動から電光表示式に朝日新聞デジタル2012年3月16日茨城土浦市川口運動公園野球場観覧席改築7月にも三県分離地方建設専門士の会球場愛称 J スタ土浦に 茨城日程結果2019年4月、ベースボールチャレンジリーグ、土浦市、ジェイコムスタジアム、愛称5年間継続。茨城新聞。オリジナルの2020年4月7日、時点におけるアーカイブ。https web.archive.org web 20200407174812 https。 ibarakinews.jp スラッシュニューススラッシュ newsdetail.php.f new 順イコール十五兆八千百六十八億三千八百八十四万千八百四十七二千二十年五月二十五日閲覧。ありがとうございます。